ぜじゃ、なぜに夜がない、なぜにひれ伏さたのじゃ。やったか。なに、ガルーダ様、その程度のものか、その程度のものか、万神ガルーダよ。現存する万神の中で最も邪悪で凶暴と言われるお前の力はその程度のものなのか。ガイウス、久しいな、シド。父親から逃げ、国から逃げ、わしからも逃げ、次は何から逃げる気だ。何だと。ウヌはなぜここにいる。我は大義のためにここにいる。私は至高の神じゃぞ。うねえ、たかが一人勢が突き上がりおった。そうか、理解できたぞ。その汚らわしい力、星の加護じゃな。なれば、何をする気だ。アマルジャ族とコボルト族か、まさか。何をしている？聞くぞ！弱き神ども、ウヌらを食ろうて、私は何者にも負ける高みへと至るのじゃ。アルテマよ、見せてやれ、お前の力を。恐れるか、万神ガルーダよ。これこそ古代アラム帝国において究極幻想とまで謳われた対万神兵器、アルテマウェポンなり。
しい力だ。万神恐るるに足らず。万神を吸収したことでアルテマウェポンは最終進化を迎える。持たざる者は塵やくたのごとく消えゆくのみよ。カルテノーでお前たちを救った英雄光の戦士たちはもういない。この力を前にどう動く。エオルゼアを滑る弱き為政者たちよ。教主が尽きぬな。何だったのだ今のは。何がどうなっている。あの黒鎧は何者だ。奴の名はガイウス・バンバエサル。帝国軍第14軍団を率いる軍団長、つまりエオルゼア侵攻軍の長だ。そうか、奴が猛将、漆黒の王老か。おじい様の手記にもその名があった。エオルゼアの支配を諦めたとは思っちゃいなかったが、まさかこんな切り札を。俺が記憶を失っている間、帝国軍とは膠着状態だったんじゃなかったのか。そうだ、各地に拠点を築いてからは目立った動きは把握していない。ガイウスめ、何を企んでいる。ともあれ、万神ガルーダの脅威は去った。釈然としない幕切れではあったがな。ああなってはなおのこと、万神たちはしばらく鳴りを潜めるだろう。万神の次はやはり帝国ってわけか。ああ、あの兵器はエオルゼアの新たな脅威となろう。叩かねばならん。とはいえ、情報を集めんことには動きようがない。我々にも休息が必要だ。暁の決明本部へ向かおう。希望の灯火が消えてはいない。あそこからもう一度暁に明かりを灯そうじゃないか。